XJAPAN のニューアルバムのタイトルと曲目を考えてみてください。私は人工知能のモデルであるため、自らの意思決定や未来予測を行うことはできません。しかしながら、XJAPAN の過去の楽曲からインスピレーションを得て、可能性のあるタイトルと曲目の例を挙げてみます。タイトル、レザレクション、XJAPAN の再生を意味する言葉であり、バンドの新しい時代の幕開けを象徴するタイトルとなる可能性があります。ユーフォリア、人々を幸せな気持ちにさせる音楽を奏でる XJAPAN の楽曲群を表現するタイトルとなるかもしれません。アンディ・シュド、XJAPAN の新しい力強い音楽を解き放つイメージを持つタイトルとなる可能性があります。曲名、リバイバル、新しい始まりを意味するオープニングナンバーとなる曲。フェニックス、XJAPAN の復活を表現する感動的なバラード曲。ロックスター、ロックスターの物語を書いた、パワフルでエモーショナルな楽曲。ユーフォリア、心を躍らせるような陽気でポジティブな楽曲。レクイエム、悲しみと別れを表現する美しいバラード曲。アンディ・シュド、バンドの新しい音楽性を示す、力強く迫力のある楽曲。インフィニティ、無限の可能性と希望を表現する、壮大なエピックナンバー。レガシー、バンドの過去と未来をつなぐ、感動的なバラード曲。リバース、新しい一歩を踏み出す、勇気を与える楽曲。レデンプション、過去の失敗や苦難を乗り越え、再び立ち上がる勇気を表現する力強く感動的な曲。XJAPAN の活動が近年停滞していますが、どうやったら活動再開できますか？ XJAPAN の活動を再開するには、いくつかの要素が必要です。1、メンバーの健康管理。メンバーが体調を崩してしまうと、活動再開が困難になります。過去に何度かメンバーが健康上の理由で活動を休止することがありました。したがって、メンバーが適切に健康管理に取り組み、体調を維持することが重要です。2、メンバー間の調和。過去にメンバー間には確執があったとされています。そのため、メンバー間の意見調整やコミュニケーションを十分に取ることが必要です。3、新曲の制作。ファンは新しい曲を待ち望んでいます。メンバーが新曲の制作を進めることができれば、再び注目を集め、活動再開への期待を高めることができます。4、海外でのプロモーション。XJAPAN は過去に海外でも活動してきました。今後も海外でのライブやプロモーションを行い、世界中のファンを獲得することができれば、活動再開につながるでしょう。以上の要素が重要ですが、最も重要なことはメンバー自身が活動を再開する意思があることです。メンバーが再び XJAPAN としての活動を始める意思があれば、その実現に向けて努力することが必要です。YOSHIKIがタイトルにつけそうな曲名をいくつか考えてください。YOSHIKIがタイトルにつけそうな曲名の例をいくつか挙げます。エターナルウィンド、ケイオスシンフォニー、ファントムハート、ミラージュナイト、バーニングスカイ、クリスタルティアーズ、セレッシャルゲート、ダークネスライジング、サクレットファイア、ミシックレジェンド。ガラストロックスターズにもしベーシストを加入させるとしたら誰が適任ですか？ガラストロックスターズにベーシストを加入させる場合、適任の人物は様々な可能性があります。以下は一例です。ヒース、XJAPAN、ラウドネス、XJAPAN のベーシストとして活躍し、後にラウドネスでも活躍しているヒースは、幅広い音楽スタイルに対応できるベーシストとして知られています。また、ガラストロックスターズが XJAPAN の影響を受けていることから、ヒースが加入することで、ファンにとっても注目度が高くなるかもしれません。トキエ、凛としてしぐれ、凛としてしぐれのベーシストであるトキエは、幅広い音楽スタイルに対応できるだけでなく、独特なプレイスタイルが魅力的です。また、彼が加入することで、日本のロックシーンにおいてさらに注目を浴びる可能性があります。ラフマクカガン、ガンズ・エヌ・ローズ、ベルベット・リボルバー、ガンズ・エヌ・ローズやベルベット・リボルバーのベーシストとして知られるラフマクカガンは、世界的に有名なベーシストの一人です。彼が加入することで、ガラストロックスターズの活動が海外でも注目を浴びる可能性が高まるかもしれません。ただし、メンバーの個性や音楽性を考慮した上でのメンバーの選定は、極
非常に重要であり、バランスを取ることが重要です。そのため、メンバー間の相性や意見の合致など、慎重に検討する必要があります。キースは最近どうされていますか？キースは最近も音楽活動を続けています。2022年には、XJAPAN のメンバーとして、バンドの活動再開後初の海外公演となる、XJAPAN ワールドトゥール2022に参加し、ベース演奏を披露しました。また、自身のソロプロジェクト、キース、名義での活動も行っており、2021年には新曲、Fight or Flight をリリースしています。キースは、XJAPAN とソロプロジェクトの両方で、精力的に音楽活動を続けています。キースはあまり活動していないように思うのですが。申し訳ありません。前回の回答に誤りがありました。キースは、近年も音楽活動を続けていますが、XJAPAN の活動再開に伴い、彼らの活動に重点を置いているため、ソロプロジェクトに関してはあまり話題になっていないかもしれません。ただし、彼は近年もライブに出演し、演奏活動を行っています。また、2019年には、自身の誕生日に合わせて新曲、Believe in Yourself をリリースするなど、ソロ活動も継続しています。再度、前回の回答に誤りがあったことをお詫び申し上げます。バンドの XJAPAN のタイジはなぜクビになったのですか？XJAPAN の元ベーシストであるタイジ、本名、高橋太郎がバンドから解雇された理由は、複数の要因が絡んでいます。1992年、XJAPAN は当時の所属事務所である CBS ソニー兼、ソニーミュージックエンターテインメントとの契約問題で対立し、バンドは独立することを決めました。しかし、タイジはこの決定に反対し、事務所との契約を維持することを主張したため、他のメンバーと対立することになりました。また、タイジ自身も、アルコールや薬物の問題に悩まされていたことが報じられています。その後、1992年の日本武道館ライブ後にタイジは脱退し、正式に解雇されました。XJAPAN のメンバーたちは、タイジの契約問題への対応や薬物問題に対する懸念など、様々な理由からタイジをバンドから離すことを決定したとされています。もし今もタイジが生きていたらどういった活動をしていると思いますか？もしタイジが生きていたら、音楽活動に熱心に取り組んでいると思います。彼は XJAPAN 在籍中に作曲やアレンジなどの音楽制作にも携わっていたことがあり、才能あるミュージシャンとして認められていました。タイジは XJAPAN 脱退後、ロックバンド、ラウドネスや DTR などのメンバーとして活動し、またソロアーティストとしても作品を発表していました。彼の音楽スタイルはロックをベースに、時にはパンクやメタルの要素を取り入れた斬新なものでした。そのため、もしタイジが生きていたら、独自の音楽性を追求して、多様な音楽活動を続けていたのではないかと思います。また、タイジは音楽活動の傍ら、アニメや漫画などのコンテンツにも興味を持っていたことが知られています。彼は自身の作品やアートワークを手掛けたり、アニメや漫画にも影響を受けた作品を発表していました。そのため、もしタイジが生きていたら、音楽以外の分野でもアーティストとしての才能を発揮し、多彩な表現活動を展開していた可能性があるでしょう。都市、龍電都市の新曲、叫び叫べは YOSHIKI のことを指していますか？都市、龍電都市の新曲、叫び叫べが YOSHIKI のことを指しているという情報は公式には発表されていません。歌詞の中に、誰かの名前を呼んでいるというフレーズが出てくる箇所がありますが、それが YOSHIKI の名前を指しているかどうかは明確ではありません。また、都市自身がインタビューなどで具体的に言及していないため、推測することはできません。歌詞の内容やメロディー、曲調などから感じられるのは、都市自身の内面や、彼が過去に抱えていた悩みや苦しみを歌った作品であるということです。ヒデがタイトルにつけそうな曲名をいくつか考えてください。ヒデがタイトルにつけそうな曲名の例をいくつか挙げます。インフィニティ、エレクトリックドラゴン、サイコードリックビート、東京アンダーグラウンド、ワイルドハート、レーベルソウル、ブラックサンライズ、メトロポリスナイツ、レボリューションライジング、コズミックドリーム。
もしヒデが存命だったらどういったタイトルのシングルやアルバムを発表していたと思いますか？ヒデは非常にクリエイティブで幅広い音楽性を持っていたため、具体的にどのような曲を発表していたかはわかりません。しかし、ヒデの音楽的な方向性に基づいて考えると、彼は新しい音楽を作り出すことに興味を持っており、常に進化していくことを目指していました。もしヒデが存命だったら、彼は様々な音楽ジャンルを融合させたり、新しいサウンドを追求したりする可能性が高いです。また、彼はコンピューターや最新の音響機器に詳しく、これらを駆使した音楽制作に興味を持っていたことも知られています。そのため、彼が発表するシングルやアルバムは、革新的で先鋭的な要素を持ったものとなっていたかもしれません。ヒデとタイジが今の XJAPAN を見たらなんて言うと思いますか？残念だと感じるかもしれません。ヒデとタイジは XJAPAN を一緒に作り上げたメンバーの一人であり、彼らにとって XJAPAN は非常に大切な存在であったことは間違いありません。そのため、現在の XJAPAN の状況が彼らにとって心配や失望を引き起こす可能性はあります。ただし、具体的に何を言うかは彼らの個人的な意見や思考によるため、予測することはできません。もし次の XJAPAN のコンサートが最後だとしたら、どんなセットリストがいいですか？次の XJAPAN のコンサートが最後だとした場合、以下のようなセットリストが良いと思います。アメシスト、ラスティネール、ジェード、ティアーズ、サイレントジェラシー、セイエニシング、フォーエバーラブ、スタンディングセックス、グレナイ、X、アンコール、ハートオブライフ、全曲演奏、エンドレスレーン、フォーエバーラブ、アコースティックバージョン。このセットリストは、XJAPAN の代表曲を含み、アコースティックバージョンやフルバージョンなどの異なるアレンジも楽しめるように構成されています。また、ハートオブライフを全曲演奏することで、ファンにとっての特別な思い出となるでしょう。最後には、フォーエバーラブのアコースティックバージョンを演奏し、感動的なフィナーレを迎えることができます。最後まで見てくれて、ありがとう。